皆さんこんにちは。スマブラ SP 楽しんでますか？私はですね、もう最高の気分ですね。やばくない？ちょっと今のやばすぎませんか？正直説明します。先ほどお見せしたステージはですね、基本は丸という偉大な方がね作った自作ステージなんですけど、このステージが始まった瞬間にもう透明になってるけど終点なんだよ、幅は。だからちゃんと落ちようと思えばこんな風に落ちてるわけだ。で、カチ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 って言うでしょ。これがもうあっちだこちらにもう死ぬほどレバーがあると、そういうわけだから、飛び道具とかが詰まっちゃうんだよ。こんな感じで撃とうとしてもメラゾーンは撃つけど、このレバーに引っかかって止まっちゃうんだ。そういう止まった上での、もうこのね、すごい特殊な動きあったり、このカチコチする動きを、まあ楽しむっていう、そういうステージなのかな。作ったステージでダウンロードできたからさ、俺もちょっとダウンロードしていろいろやってたんだけど、なんかね、デインだけ、勇者のデインだけおかしいんだよ。他の飛び道具じゃ実現しないんだよ。これ。なんかね、レバーに当たると、どうしてもこうなってしまうというか、もうチートだよね、やってることね。もう地上も空中も関係ない。もうこのフロア、この場全体にいるという事実だけで、もうデインを食らってしまうんですよ。あ、なんかお前食らってねえな。あれか、なんかレバーに当たるととかあんのかな。まあ、一回見たらおしまいって意味ではもうね、やっぱりもうクソゲーのクソゲーっていうことで。いや、ほんとおかしいよな、これ。何これ、ほんとに。偶然なのかな？俺、仕組みまではちょっと正直わかってないんだけど。わかる方いてくれたら、説明してくれたらありがたいんですけど、これ、勇者だけなのかなと思って。他もなんか素質があるやつがあるんじゃねえかと思って、ちょっといろいろ見ていいっすか？株引っこ抜いて投げたら、ああ、もう株が止まるわ。チコだったら全画面になるとか、ないっすか？なってない。カズヤのレーザーなら、なんでデインだけなんだろう、ほんとに。ゴールドだったら反射するとか、クラウドの B 技とかあったらどうだろうな。あ、で、バイクはダメなんだ。いやー、止まるなー。波動を溜めたらどうだろう。波動最大？レバーには当たってんだけどなー。クッパのブレスだったらどうだ。ダメだー。いやー、あ、なんか普通に強っ。お、はまった？あー、はまったかと思ったー。魔法全部撃つわ。ファイが、サンダが、ブリザが、全部ダメ。全部ダメなんだよな、普通に。あ？なんか、ダックアウト今自滅しなかった？気のせいか。あー、やっぱ気の、ちょっと！こいつ、缶出したらすぐ爆発するから、出した瞬間に自爆するわ。何そのゲーム。悲しい修正すぎるだろ、それ。うわー、グロいなー。カン、もう一回出せ。出した。勝利かわかんないけど、ダックハントが敗北したことだけはわかる。結局、あれから、飛び道具のやつとかね、なんか、これならいけんじゃねえかみたいなやつをいろいろ使ってきたんだけど、ダメだったんだよね。勇者のデインが、剣が伸びてる判定だから、それに近い武器使えばいけんじゃねえかなとかちょっと思ったりしたんだけど、そういうわけでもどうやらないらしいんだよね。で、なんか、クッパの炎とかいろいろ出してみたりしたけど、なんかまだありそうだよな、2、3個くらい。気になる人、これこうなんじゃないかみたいなコメントとかあったら、ちょっと書いてほしいですね。できるってやつは思いなくやるし、できんじゃねって思ったやつは裏で試します。できたら、動画化するかもしんないっす。まあ、そういう感じで、この大量のダックハント自爆ショーを見て、爆散して、今日の動画終わろうかな。この絵マジでおもろいんだけど。あまり。あいつが噛んだしたら終わるな。だいたい160。あー、しょっぱい終わり方しちゃった。はい。そういう感じです。この場合、あれが全員自爆になるのかな。あ、すげえ。全員自滅だ。てかなんであいつ右のやつ、マイナス3なの自滅。めちゃくちゃじゃん、もう。1ストックっつってんのに自滅マイナス3ってなんだよ、マジで。
わかんない、もう。このゲームわかんない、ほんと。